おもかじあてかじ家のかじ、今夜はあなたのかじを取る声がカスカスなんですけど、北条かえり、25歳、今回、後楽園のアーティストオブスターダムに3回目の防衛戦ということで、まずその防衛戦をできることを本当に嬉しく思ってます。で、今回の防衛戦、相手がモンスター軍ということで、木村京子、私の宿敵の木村京子が率いた、アルファフィーメル、もう一人アマゾンというとってもね身長が大きいチームなんですけど、かたや私たちは、チビーズとも呼ばれるくらいみんな156センチ以下の、選手なんですけども、ゆうしちゃんもこの前ね、超世代闘争で3連勝したり、米山さんも大ベテランでハイスピードのベルトを持っていたりと、とっても頼もしい、ちっちゃいけど強くてたくましいチームだと思っているので、ただ大きいだけのモンスター軍には絶対負ける気がしないですし、木村京子、何回も戦ってきましたけど、私はしばらく戦ってないうちに七重さんとタッグを組んだりしていろんなところで成長してると思うので、今回は絶対に負けない自信があります。特に気持ちの面で、技術的に私まだまだの選手ですけど、気持ち的には絶対に負けない自信があるので、そこはもう全力で、気持ちも体も全力で木村強行狙いで使っていきたいと思います。で、今回七重さんと前の新木場大会で勝った時に、お互いに、次の準決勝なんですけど、タッグトーナメントがその時にお互い腰にベルトを巻いて、七重さんは赤いベルト、私はアーティストのベルトを巻いて試合をしようねっていう約束をしたんで、これは女と女の約束なので必ず守って応援して、メインの七重さんの試合を精一杯、いい気持ちで応援したいと思います。